皆さんこんにちは、4月10日ですね、本当は今日ねもうちょっと早めに動画撮るつもりですが、今はなんと昼寝しちゃった都合上ね、時間が5時半となっております。大池バスの、ごめんなさい、明後日から連続5日間、そして2日目にね、大池エントライアルのブリリアントカップ、そして開催の3日目、水曜日にはね JR 交流の、東京なんだっけ、東京スプリントですね、まあ、ジャパン3の JR 交流組まれております。そしてアーバンステージの JR 交流と、まあ、ウィニングポストも組まれてますね。まあそれはいいや、大池バスね開催の2日目に行きたいと思います。重賞第3回、第4回ブリリアントカップ競争 S3 距離 1800m フルゲート16トンに対されます。そしてこの競争の1着馬には、5月の月末からだったかな、行われます。確か大池年のね、優先出走権が行われ、与えられます。一応確認だけ。確か1着のみなんですよね、これ S3 なので。確かね、大池年だってると思う。5月の23とかかな、ちょっと待ってください。一応開催日程だ、確認しましょうか。ごめんなさい。正しくは5月の19日ですね。こちらの方からね、優先出走権が与えられます。ちょっと待ってくださいね。一応確認だけ。概要。あ、ごめんなさい。1着馬と2着馬ですね。大池年の優先出走権が与えられます。はい。というわけでいきましょう。1番ですね。どこだ1番、ブラブール、笹川翼の変更で57キロか。2番、インペリシャブル、森田へと57。3番、腐ってもダービーは、メリミット、山口達也57。4番、サルサレイヤ、町田直樹55。5番、ミスディレクション、的場文雄57。6番、当選ブル、本田正成57。7番、プレスジャーニー、石崎俊で57。8番、キャプテンキング、和田ジョージ58。9番、長谷野パイロ、張田明57。10番、名村嵐、今野忠成57。11番、サブノクロヒョウ、矢野孝之で57。12番、林蔵タレル、坂井忍57。13番、この前初めて見るな。フィアットルックス、元橋コータで、55の、いくらですか。14番、スライケーグル、ミカウントの文58。15番、ゴールドホイヤー、山崎誠二58。16番、ノーブルタタンが、真島大輔57の、ある意味豪華メンバーですね。一応行きたいと思います。まず、ブラブルですね。そして、この子、羽田杯かなんか勝って以降は、ちょっと成績がパッとしないのかな。これ確か、景品杯か。景品杯人気薄で勝ったけど、まあ、羽田杯勝ったもの、ダービー除外食って。まあそうですね、それ以降、まあジャパンダービーで、まあ4着構想した割には、そうですね、準々勝5着。で、放置グランプリ、まあコバ相手に負けてって感じかな。そうですね。正直、後ろから1回までに関してはまあいいですよ。まあ特に多いの1800、まあ外回りのコースなんで。ただそうですね、ちょっと船橋の前走、前々走と、ちょっと不甲斐ない競馬なのが、ちょっと気になるかな、個人的には。そうですね、まあやっぱりコバ相手に、まあそもそもちょっと負担重量の増減がこの子自身激しいんですかね。一応、まあデビュー戦からマイナス7、プラス5、プラス6。まあこの辺はまだいいんですよ。マイナス1、プラス7だから。その後、プラス7、マイナス9、マイナス6、プラス22。そしてマイナス12、マイナス7ですかね。だからちょっとその辺のコントロールっていうのがいまいちなのか。正直3着固定かな。そして2番がインペリシャブル。まあそして去年の一応、黒潮ハイバーか。そうですね。一応去年の黒賞は勝ったと、戸塚記念8着。まあその後、法事グランプリ、まあぶっ飛んで、前走黒船賞、JR コール、まあ6着と。まあそうですね。一応今回、まあ56キロね、定量戦で黒賞は勝って、まあその後、戸塚記念はね、距離長かったのが負けちゃいましたけど。そうですね。まあその後、まあ法事グランプリで10着ですかね。まあ先行してどこまで持つか。正直あれかな。まあ一応法事グランプリが S3 なのでね。まあその点あるかもしれないですけど。そうですね。一応こちらも3着固定の伏兵ってところで様子見ましょうかね。で、3番エミリミット。まあ去年のダービー勝っていこうね。トップハンデの中の一角でぶっ飛んだクソマスかね。そうですね。ハート、ああ、ごめんなさい。まだ5着だからいい方か。ハートメイトダービー3歳オープン戦。まあ負担重量一応、ああ、でも、そうですね。まあ58キロ。まあダービー勝ってるんでトップハンデ背負って負けましたからね。まあそれ以降もね、腐ってもダービー馬になっちゃうんですかね。着順的に見ると。まあ一応こんな感じ。まあそれ以降はね、重賞放置オールスターカップ10着、放置グランプリカップ、7着、で、前走柏原ハオープン、まあ、6番に5着と。まあそうですね、先行しても垂れて、後ろから行っても正直そんなに伸び足が悪い。そうですね。まあこちらは正直除外かな。まあ今回はね、一応、まあこの子自身はコバに相手に堂々とここ金3走負けちゃってますんで、そういう意味で見てもね、まあ前走の5着、まあ賞金加算できたのは良かったんじゃないですかねっていうところが、唯一の褒め言葉かな。そして4番サルサレイヤ。一応この子は、サルサディオネの妹でいいんですかね、一応は。確かね、サルサディオネの妹で合ってると思うんだよな。前血なのか半血なのか俺知らないんですよ。サルサレイヤー、父黒船サルサクイーンで、ああ、半血でいいのか。まあそうですね、一応、馬主さん同じで、まあ、旧車は違うけどね、まあ、姉妹仲良くって感じか。まあ一応ね、JR ゴールクイーン賞3着、まあ上出来でしょう。TCK 上杯は6着。その後オープン戦3着、前走5着と。
まあそうですね、一応まあボバ相手の、まあ南カードっていうのはね、牝馬限定戦っていうのが少ないので、特にコバになっちゃうと、本当 JBC とそのトライアルぐらいしかコバな牝馬のレースってないんですよ。あとクイーン賞とか、あクイーン賞でも3歳以上か、確かクイーン賞3歳以上だと思ったんですけど、あそうですね、だからね、南関東限定戦の牝馬コール、牝馬重賞ってないんですよ、そんなに。そんなにってか、ほぼないのかな。うん。まあ、その点で言うと、追い込み聞いて、まあ、船橋3着ですかね、JRA 交流。うん、まあ、そうですね。だから、これ、瞬発力勝負になると意外とあるのかもしれないけど、まあ、ただ、東京新では S1。まあ、7番人気追い込み聞いても9着で7馬身、その後6馬身、3馬身、5馬身ですからね。ちょっとここは様子見ましょう、除外します。まあ、西系出すからね、あ、ごめんなさい、間違いなくしか、じゃあ問題ねえのかな、一応、機種的には。で、5番がミスディレクション。この馬、初めての馬なんだよな。父はミスキャスト、母の父は、スキークラシックでいいのかわかんないんだけど。ああ、JLA から来てすぐなんか。まあ、JLA 時代はそうですね、ほぼほぼ芝なんですかね。ああ、前列芝か。なるほど、なるほど。ホープルス X、この時はまた G2 なのかな。まあ一応メルボルンなんか、まああれで、まあ一応ね、2戦目。で、その後まあコンサントに、まあ賞金加算してって感じか。なるほど、一応、小倉記念でいいのかな、これは。まあ一応小倉記念でドベ14着。まあ完全にガス消しましたからね。で、その後、日経新勝杯のハンデ戦かな。一応、こちらも、まあ、ガス欠してって感じか。で、その後もガス欠して、移籍初戦、まあ、ガス欠してって感じか。まあ、そうですね。一応、隅田川オープン。まあ、エントリーは次第なんですけど。あー、なるほど。ワーク&ラブ、クロスケ相手だったらしょうがないですかね。そうですね。まあ、逆に言うと、まあ、そうですね。まあ、クロスケ相手に一番地に、まあ、サブノクロ表、そしてテルペリオンに先着してること考えると、まあまあ、上出来と見るべきかもしれないですね。一応ちょっと3着固定の伏兵として置いてみるか。そして6番ですね。俺ね、この後ね、俺ね、火曜日ってね、こいつがメイン競争じゃないんですよ。どっちにし馬券買いでメインめってくるんですけど。そして6番当選部ですね。まあちょこちょこ本田騎手で、南関東の重賞してるけど、あんまり不甲斐ない結果だよね。あ、そうでもなか。あ、でもまあそうですね。ダイオライ的には前走6着でしょ。まあ、金パ2着か。で、富士見オープン6着。まあ、サンタフェ6着。で、東京記念9着か。まあ、不甲斐ないって言ったら、でもそうです金牌3着2着ですからね。まあ、ダイオライ的にも4着。意外と伏兵で見ると面白そうだな。まあ、ローテーション見る限りはそうですね。ここのダイオライ的に使って、まあ、ただ、追い切れもこの子使わないみたいなんでね。まあ、だからその点がどうなるか。まあ、一応3着固定の、まあ、美味しいところで狙いたいと思いますね。そして7番。プレスジャーニー。これもあんまり見ない馬なんだけど、当選なんですよね、馬主さん見ると。あの当選でもね、意外といるんですよね、冠目ついてない馬が。だたまに分かんなくなるんですけど、まあ一応こちらも当選と。JR から転入、今回が5戦目、森田と騎手で、初戦10着、3着、2着、前走、ジバテル愛が11着と。そうですね、追い込み効かず、まあ、川崎の2000か。あ、内回りのコースか。あ、内回りじゃないか。まあ、スタート地点が狭いそこか。そうですね、意外とまくった挙句になんか変な着順になってません、ね。何したこの馬。10、12。だから一応、まあ、川崎2000って、あの、900のちょっと前からスタートしてこうなんですよ。一緒なんですよ。だから、プレジャーニーで見ると、三角、四角、一角、一角で、バックストレートで一気に上げた挙句のガス消したみたいですね。森騎手何したこれは悪いけど、何したまあ、でも、カジノ本店に、まあ、勝ったのがね、カジノ本店、そして、臨蔵チャンネル、弁天五蔵。まあ、ある意味、まあ、どれもね、一応、まあまあまあ、有力馬っちゃ有力馬ですからね。まあ、ハテノパイロ、時のパイレーツ含め。まあそう考えてみても、まあ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 しょうがねえかなと言いますけど。ただその後一応、完全に後ろ勝手3着弱。ただ前走ちょっと、まあそうですね、まあちょっと前目にいたら、まあ伸びなかったんですかね。まあその辺のなんか折り合いとかが悪いんですかね、この馬自身は。なんだろう、正直ね、まあオープン戦でも一応まあ、オープン戦だからいいんですよ、これ。ただ重賞で見るとそうですね、JRA で一応ダート戦3着の実績。まああとは G3 のエプソムカップか、それが5着。で G2 の京都大賞典5着。で、G3 か、函館記念、4着、で、金庫賞 G2、6着、有馬記念、まあ12着、で、チャレンジカップかな、これ多分 G3 だと思うんですけど、3着。まあ、菊花賞も12着と。まあ、こいつの場合そうですね、デビューは早かったんですけど、そうですね、一応、東京スポーツ杯の2歳戦の後、よく菊花賞、この賞金に行きましたね。まあ、6600万から行けたんだと思うけど、よく行けたな、本当に。まあ、そうですね。まあ、バトルプラン参加、あんまり知らないんだよな、俺。ちょっと3着で伏兵で見るか、一応。そして8番。キャプテンキングと。まあ、そうですね、キャプテンキング1年ぶりのレースでどうにか成績良かったんだけど、確か。そうでもねえな。あ、でもそうですね、一応キャプテンキング、川崎ワイラーズ、まあ、去年ですね。まあ、1年ぶりらしい3着。で、その後、先玉杯ジャリコール7着。で、決済ぶっ飛んで、前走、藤野家伏兵で、まあ、勝ちと。
まあ中段にいてね、伸びきりがちょっと、まあまあそうですね、前目にいて。そうですね、まあ一応、まあ酒井秀光、まあ元騎士会長から、まあ一応現無駄な騎士会長に、まあバトンタッチして、まあ一応これでね、なんとか、まあ面目的にはと思たれたんですかね。まあ一応今回1800ってことでね、まあ一応一昨年勝ってますんでね、まあその点が先行力でどうなるか、期待かなと思います。まあ一応噂のしぶこみたいな前例もありますからね、私たちは。で、9番、長谷のパイロ。長谷のパイロに針と騎手って意外な印象あるんだけど。ああ、そうです。やっぱり意外ですね。そうですね。重賞で見ると、まあ3走前か、準重賞で、まあ一応3、まあ5馬身ぐらいか、ぶっ放されて3着。ただその後オープン、まあ金牌で5着、オープン戦でぶっ飛びと。そうですね。まあ勝島岡12着だったり、東京記念15着だったりと。まあ一応最後に勝ったのがそもそも2年前の、2019年の富士見オープンなのでね。その点考えると、ちょっと伏兵中の伏兵になるのかな。今回はすいませんが、除外したいと思います。あ、ごめんなさい、間違えた。そうですね、除外しましょう。そして10番ですね。名村嵐と。まあ、こいつを JR から移籍してきて、もうどれくらいになるんでしょうね。そうですね、だいぶ経ちましたね。一応、そうですね、まあ一応ここ、まあ JRG もね、一度9社変わって、まあ移籍して、まあ3戦目。そうですね。だいぶだった印象なんだけどね。まあ一応、金牌で13、ダイオライト記念 JR コールで7着とね。まあちょっと不甲斐ない競馬かな。まあ、アンタレステークス11、マッチステークス7、で、シリウステークス12と。まあ一応ね、JR の、まあ、G3 競争でもね、ちょっと不甲斐ない競馬なんでね。まあそうですね。その点がどうなるか。正直俺は、そうだね。やっぱりダイオライト記念の JR コール7着がいいとしても、まあ金牌での追い込み聞いてないところ考えて、まあ今回ね、距離が短縮。で、一応、父がエンパイアメーカー3区。まあそうですね、エンパイアメーカーはね、意外と、まあ、中距離走るんですよね、地方の砂は。だからそうですね、その点でちょっと伏兵で、まあ一応ね、困難足りないってことなんで、まあその点はちょっと不安ですけど、まあ3着固定で、ね、ちょっと伏兵扱いで言ってみたいと思います。そして11番、サブの黒表。まあそうですね、この馬自身もだいぶ走ってますね。前走ですね、まあオープン戦で6着、その前金牌6着、トライアル7着、で、勝ち馬間15ぶっ飛んで、JBC も12。ただまあオープン戦東京記念とね、まあその点は錦鯉で構想してるんで、まあどうなるかですかね。そうですね。まあ、東京限定は過去にも勝ってるけど。まあ、やっぱりそうですね。でも、あんまり勝ち越し的にはそうですね。一応、最後に勝ったのが、まあ、こちらも2年前の、東京限定トライだ。ただ、本ちゃんがぶっ飛んでって感じで。そうですね。よ、てか、藤本元気なのって、東京限定5着の実績自体で重いんですよね。まあ、やっぱりでも、若い頃はね、追い切れない2着とか、まあ、実績ありましたけど、まあ、もう8歳ですからね。正直見ると、まあ、一応、なんつうの、去年のね、藤見オープン3着とか、まあ、まだ東京限定2着は可愛いんですよ。勝ったのこれ、サウンドトゥルーか、東京限定だと。サウンドトゥルーか、あれなんですよ。ああ、やっぱりそうですね、サウンドトゥルーですね。まあ一応そうですね、リンゾーチャンネルとかバンズーム、まあその辺に先着してるんでね、ストライクイーグルとかチェスナットコートあたりの、その辺はまだ評価すべきなんですけど、ただちょっと金三走のね、オープン戦の実績、まあごめんなさい、金、まあそうか、金三、まあ一応金パトルとか、まあ準々勝、あれこれ準々勝特許戦どっちだっけ、あ、特許戦か、まあ一応ね、2600なんでいいです、まあ前走のね、オープン戦でね、ちょっとやっぱり年なのかなって感じですかね、まあ7馬身ぶっ放されて。そうですね、まあ一応今回矢野騎士が引き続き乗るってことなんで、まあその点は多分あると思うんですけど、正直3着かな、目いっぱい振って。そして12番ですね。12番、林蔵チャンネル。まあ一応、同栄三冠でね、移籍してきた割にはちょっとパッとしませんでしたけど、今はまあ十分じゃないですかね。一応こちら、そうですね、同栄三冠かなと、まあ移籍して、まあなかなか、ね、勝ち星なかったけど、東京記念3着、そして埼玉行きの8着ぶっ飛んだけど、オープン戦2号、まあ、ただに千葉テレハイ2着、そして、ホーチグランプリ2着、で、前走ダイオライト記念5着とね、まあ一応、金層だけで見ると、そんなに申し分ないんじゃないですかね。まあ先行力もあるし、まあ一応、ホーチグランプリはね、まあ山崎氏が乗ってるゴールドホイヤーかな。これが勝って、まあそうですね、配当的にはまあ17万だっけ。そうですね、11万で美味しかったんですけど。まあその点でもね、やっぱりまあ先行力で、まあグレンゼンと、まあ今回ね、グレンゼンと、ぶっ飛んだんですよね、普通に。4着だっけ、確か。そうですね。で、まあ、チェスナ、確かね、2着3着で大差勝ちなんですよ。ここ。で、一応ね、まあ、カジノ本店で、まあ、生きる場に行く。で、まあ、チェスナットコート大差で、まあ、首背で負けたんでね、俺的にはちょっと、478っていくらついたんだろうな。多分、478だとね、ギリギリ3000に対してね、ちょいちょいぐらいなんですよ。ちょっと、音だけ見てみるか。3連単、478。478だと。あー、全然つかん、あ、これ3連服 ?3 連単にして478ってこんなに安いんだ。やばくね。まあそっか、カジノ本店があったかしょうがないのか。まあどっちにしろこっちは外れたんであれなんですけど。だから正直ね、グレンゼンともう終わった馬って言ってもいいかもしんないですよね。正直言うとね。まあアクアリーブルもどう終わった馬でしょ。で、一応そのグレンゼンとにまあ先着してる、ってこと考えてみても、全然いい馬になるかなと思うんですね。だその点で見てちょっとね、面白いかなと思うんですね。一応ゴールドホイ、ごめんなさい、臨場点ですね。まあ堂々ヒューシルっていいんじゃないですか。一応先行馬で打ちたいと思います。番号いつだっけ ?12 か。12番で先行。そして13番ですね、フィアット。
トルクス、これ初めて聞く馬なんですよね。一応2チーム55キロということで、まあトライアルかなんか買った A2 クラスの馬なんですかね。ただブリリアントカップってトライアルあったっけ。あ、すみません、やっぱりトライアルありましたね。お、でも意外と言いますね。JRA でダート戦使って、まあ一応ね、5着4着が、まあ5着1回4着2回と。だそれで一応南関東新クラス1からまあ8区とね。そうですね、まあ一応酒井秀光で乗って、まあ森田と含めて、まあ一応、7連勝、6連勝か。で、その後2着取って、4連勝からのまあ4着と。そうですね、で一応もう一回3連勝でまあ重賞、挑戦ですかね。なんだろう、綺麗な下克上つっていいんですかね。まあ新クラスからね、まあ、本当賞金加算して、まあしかもまだ若いですからね。一応6歳のゴールドセンターで、まだまだこれかと思うんですよ。まあブライアンズタイム、ごめんなさい、ブライアンズタイムが8時間あると、そうですね、この中長距離っていうのは、まあ、バカ力もあるんですかね。まあ一応ね、1800に関しては今のところ負けなし、まあむしろ 2000m で4着、まあそれでも一応接戦の2馬身圏内なんでね、まあ全然負けだというふうな表現はちょっとかわいそうかな。全然印っていいと思います。まあ先行馬ですね。ただちょっと外目がっちゃ先行馬なんでね、その点がどうなるか、期待かなと思いますね。そして14番、サラキュールですね。まあこいつは逃げたら、まあガス欠するのがちょっと常習犯なのかな。そうですね、ガス欠するのが席でますかね、一応は。まあ一応前走金牌、先行してガス欠、で、その前放置オルサカップ、まあ5番手で伸びきれず。で、浦和記念 JR コールで7着と。あとは日本テレビは後ろから行って3着。ただガスケツガスケツと。で、大井記念とはまあ先行してなんとかと。ただこの子の場合はね、勝つか負けるかなんですよね。まあ一応今回引き続き三本騎手ということでね、まあ金牌ランの実績。そうですね、一応この子自身はね、やっぱりまあ去年、まあ、大井記念とね、ブリリアントカップ勝ってますんで、負担重量一応58キロと。まあやっぱり東京記念勝ってるのもね、負担重量が重い要因かなと。一応ね、多分ね、1年以内の実績なんですよ。だからまあ S1 の大井記念が、原因の58キロかなと思いますね。ただまあやっぱり58キロでもね、まあ去年の、この競争勝ってますんでね。そうですね。一応、去年は大外入ったんですね、この子。まあ、8番人気の不景ってことでね。一応、今回も伏兵かなと思いますけど、評価はしてあげたいかなと思います。そして15番ゴールドホイヤーですね。まあ、前走ね、ホーチオールスターカップ、船橋のレースですね。ホーチグランプリか。まあ、勝ってくれてね、まあ、人気打つと。まあ、でもやっぱりそうですね、この子自身は、まあ、岩本騎手の管理馬ってことでね、まあ、東京ダービーが騎手9、確か9名もなのかな。まあ、俺が聞いた話なんで本当かどうかわかんないですけど、まあ、去年の東京ダービー勝てば、紀州調教師9務員がね、トリプル連覇ということで期待かかったんですけど、まあちょっとね、まあまあ負けちゃいましたけど、まあそれでも勝ちもかん6着、放置オールスカップとね、まあちょっとね、不甲斐ないけど、まあ前走普通に放置グランプリカップ、まあコバ相手にね、堂々、うん、まあ勝ってますんでね。そうですね、その漫画で見るとやっぱり面白いんですかね。まあ岩本騎手の待ってたら、まあ坂上騎手がね、光要素だったりと乗ってるんで、結構面白い漫画多いんですよね。まあ、負担重に関してみたら、そうですね。まあ、プラス7、プラス5、プラス4で、まあ、マイナス4と。まあ、そうですね。問題はないと思います。まあ、先行力もあるんでね。ちょっと外目なのがどうなのかなっていうのが、個人的な不安感かなと思います。そうですね。そして、最後16番ですね。ノーブルセター。まあ、この子もちょこちょこと難関重賞してますけど、そんなに不甲斐ないのかな、確か。そうですね。まあ、勝ち馬保管で10着。そうですね。ちょっと不甲斐ないですね。まあ、前走名古屋大賞典遠征して、飛べなおみかな、6着と。そうですね。難関から遠征した割には、ちょっと、あ、でもそっか、名古屋大賞典だから、まあ、しょうがないのか。そうですね。まあ、名古屋系ならそうですね。多めに見ましょうか。まあ、一応、そうですね。多めに見るけど、まあまあって感じか。そうですね。まあ、JR 時代、一応、盛岡で、マーキュリーカップ2着の実績。そうですね。まあ一応、玉川オープンは4馬身圏内か。で、だから東京大賞典と勝ち馬館と出されてますね。その点がちょっとどうなるか。うん、個人的にはってところかな。正直ね、評価は打てないと思いますね。というわけで、まあ、このまま除外しましょう。一案上が、まあ、しまないですけど、まあ、除外しましょうかね。というわけで、そうですね。ではまあ、普通にじゃあ評価いきましょうか。本命馬ですね。今回どうしようかな。本命馬があんまりいないんだよな。そうですね。まあ、馬鹿が乗ってるって言って、ちょっとブラブル本命にしてみるか。で、2番手評価ですね。ここやっぱり前走勝たしてもらった、そうですね。まあ、ゴールドホイヤー2番手評価。で、3番手に、そうですね。一応、同2着に入った、リンゾーチャンネル。で、4番手評価、伏兵という、まあ、伏兵になるかわかんないけど、そうですね。面白みとしては、まあ、ストライクイーグルが、まあ、キャプテンキングになるんですけど。ただね、個人的にはキャプテンキングをちょっと推奨したいんだよな。だから、こいつに距離1800は、まあ、久々どうなるか。まあ、1600でそもそも勝ちきれてなかったんで、JR、普通に S3 とかで。一応ね、どうしようかな。まあ、伏兵で見てもね、面白いとは思うんですけど、どっかの馬探しても。そう考えてみると、まあ、森田時のインピリシャブル。まあ、一応、こちらはね、同じ距離の黒勝敗、去年3歳児まで勝ってるんで、その点がちょっとどうなるか面白いかなと思うんですよね。まあ、黒勝敗も山崎氏買って45万だっけ？確か45万ぐらいついてたんですよ。3着の保存勝敗も人気なかったんだっけ？それでも6万人気か。一応3連単45万。そうですね。だからね、意外とね、山崎氏の人気薄はね、俺、大穴得意なんですよ。自分で言うけど、意外と大穴得意なんですよね、騎手がね。だそうですね。だその点がちょっと面白みがあるんで、まあ一応どうしようかな。
まあ、戸塚記念距離長かった、放置グランプリの、まあ、先行してダメだった。ただ、この放置やっぱり先行馬なんでね、どうなるか。まあ、内枠入ったんでね、そういう意味で言うと。まあ、ちょっと今回、初級者のおテーマで盛り出してきてることなんで、ちょっと伏兵でインペリシャブル推奨してみるか。というわけで、3連単いきたいと思います。そうですね、一応2番インペリシャブル、そしてストライクイーグルの12番だっけ。ごめんなさい、14番ですね。リンゾーゼネル12番、ストライクイーグル14番、ゴールドホイヤーの15番ですね。これ一応頭に入れて、ブラボールどうしようかな。正直、ブラブルはね、もうちょっとね、その、なんつうの、掲示板入選してくれてたら、まあ、前走、前々走と、まあ、評価打ってたんですけど、まあ、前走やっぱり、まあ、5番人気っすからね、正直。まあ、準々勝の千葉テラハ4番人気5着でぶっ放されてますんでね。しかも、後ろから行って伸びないってこと考えると、終わっちゃって馬なんですかね。まあ、ジャパンダートラビ4着の実績があるんでね、一応ちょっと伏兵扱いで2着入れてみましょうか、ブラブルは。なんか、この競争ね、俺的に荒れる気がする。で、そうですね、一応1番、2番、5番どうしようかな、ミスディレクション。まあ、的場踏みようなんでね。ジェアレコリーって考えて、まあそうですね、前走オープン戦4着の実績は、まあちょっとこちら3着固定でいいか。で、当選部は普通に3着ですね。で、プレスジャーニーも3、まあでも石崎俊吉の後ろから行くのが結構面白いんだよな。個人的にはね。明らかに後ろから行くのが、よし、ちょっとプレスジャーニー押してみよう。1、2、7っすね。で、8は先行でキャプテンキング一応入れて、そうですね、キャプテンキングはね、勝ちというよりか2着だと思う。これ勝ってたらすごいと思いますよ。で、長谷野パイロ普通に除外、名村嵐3着。そうですね、サブノクロヒョウも3着で、リンゾータネルで、フィアットロックス、これどうしようかな。でも、こいつもそうですね、叩き馬なんですよね、普通に。あ、フィアットロックスを頭に入れてみるか。そうですね、フィアットロックスを頭で5頭にしましょうか。で、13番、そうですね、12、13、14、15。まあ、そうですね、軸的には結構回目が多くなりましたね。では3連単いきたいと思います。2番ですね、12番、13番、14番、15番、5点頭で、2着に1、2、7、8、そして12、13、14、15。の8点で3着ド派手に行きましょうか。1、2、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15。フォーメーション的には5点、8点、12点と興味の数字なの。ちょっと待ってくださいね。5点、8点、12点はね、ちょっと計算しづらいんで。あれ、スマホどこ行ったっけ。あれ、俺のスマホがないよ。スマホがないよ。あ、ちょっと待って、本当にスマホがねえよ。あれ、俺どこ行ったっけ。ちょっと待って、画面消えちゃった。ちょっと待って、スマホがねえよ。あれ、本当にどこ行った。あれ、まあ、スマホなくしたわ。あったあったあった、ごめん。マークシートにして隠れてた。では一応計算しましょうかね。JRA のマークシートフォーメーション検索一応。あと。そうです。一応ちょっと今だ、計算します。ちょっと待ちくださいね。頭に2番と、12、13、14、15。まあ、俺そうですね。今回で外枠がやっぱりいいも多いんでね。まあ、こういう結果にはなるかな。で、2着に、1、2、7、8。で、12、13、14、15、1、2、7、8。で、3着に1、2、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15。で、俺が計算すると2点、1点の時点で、まあ一応2、4、6、いや、10点。10点かける1、2、3、4、5、6、70点だ。350点ぐらいなんだよ。あ、合ってますね。3連単350点。3連服は計算できないけど、3連単だったら計算できるんですよね。まあそうですね、一応順、まあ順得かどうかわかんないけど、こういう結果かなと思いますね。一応本命、バカガーで飛ばしたいと思います。そして2番手に13番、間違えた。2番手これ14番だ。あ、ごめん、15番ですね。2番手15番、3番手12番で、ごめんなさい、4番手2番じゃなくて13番にしましょうか。一応こんな感じですね。本命以上バカガー、2番手に、ゴールドホイヤー、3番手にリンゾーチャンネル、で、4番手に、たたき上がり馬の、まあ、フィアットルックスで、フォーメーションこんな感じの3連単ですね。一応2番、12番、13番、14、15番から、まあ一応1、2、7、8、11、13、14、3連単こんな感じの350点ですね。まあ一応、この競争はね、まあ、荒れそうな気もするし、微妙って感じかな、個人的には。だから1か8かなんですよ。正直。まあ、一応今年はね、南関東も、3ヶ月間で全重賞制覇してるんで、だそういう意味で言うと、ここはね、一発終わらせたいかなって気がしますね。一応この後ね、金沢競馬の方の予想とかも取りますんで、まあ興味がある方は見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。